で次に篠原隆史君、篠原君。おはようございます。立憲民主党、略称民主党の篠原でございます。今日2度目になりますけれども、神宮外苑の再開発問題について質問させていただきたいと思います。環境委員会ですけれども、環境委員会に深く関わるんですが、国交省、文科省とも深く関わりますので、どちらかというとそちらの方、2つの省庁の方に中心に質問させていただきますね。大臣は一番最後の出番までゆっくり議論を聞いていただきたいと思います。最近私の感じですけれども、あんまり、都内の繁華街を出歩く用事はないです。ああいうとこあんまり趣味じゃないんでほとんど行かないんですけれども、まあ、銀座ぐらいは行きますけど、なんかビルがやたらに建ってるような気がするんです。いっぱい高層ビル建築ラッシュじゃないかと思います。そのものを調べましたら、国交省に聞いたらそれは分からないとか言うんですけど、まあ、ちょっとネット段階で調べると分かるんですが、過去60年間、1960年から2020年までに100メートル以上の高層ビルが480棟できたそうです。でそのうちの 75% は2000年以降で、今も建築中だそうです。僕はまあ六本木とかあっちの方に行かないんですけど、麻布台ヒルズが330メートルで一番高いというので、だからもうちょっと2027年にはトーチタワーというのをよくどれかわからないんです。東京駅前に390メートルの建物ができるそうです。でこういうところに建つのは全然構わないんですけれども、私が問題にしているのは、東京にある数少ない緑、そしてみんなが親しんでいる公園、そこのところにですね、伊藤忠が190メートル、三井不動産が185メートル、そしてまあもう一つ80メートルのビルが建つと、そんなところにビル建てなくたっていいんじゃないのというのは、私の基本的な疑問ですし、東京都民も国民もそう思ってるんじゃないかと思う。いくらでもでかいビル建てるところがあるのに、なぜそんなところに建てるのかと。古川さんに、古川政務官にお伺いしたんですけども、日本はどうもゾーニングが下手くそで、住宅地、商業地、ある公園とかへの区分けができてない。で、都市計画制度っていうのは、まあ、ヨーロッパに当然都市が発達したんで先にできてるんですけど、きちんと区分けするゾーニングをして、ここは商業地区だと、ここは高い建物を建てていいんだよということをやって、そしてここは緑のところ、都市公園だからずっとそのまま行くんだというふうにしているところが多いんですよ。日本はなんでそういうことできないんでしょうかね。やるべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。古川国土交通大臣政務官。はい、お答え申し上げます。この明確なゾーニングを行うべきではないかとのお尋ねでございますが、歴史的な背景、文化的な背景、まあ、こうしたものが国によって異なっているわけでございますが、我が国におきましても、このゾーニングの手法、まあ、とりわけ建築物の高さを規制するということについては、都市計画法について高度地区などの制度というものが定められているところでございます。これを具体的にどのように活用していくのかということについては、このまちづくりに責任を一義的に有する地方公共団体において地域の実情に沿った形で運用されているものと理解をしております。篠原君。地方に任せてると、まあ神宮外苑再開発問題だと東京都庁、東京都ということになりますけどね、私は国が相当前、前面に出てもいいんじゃないかと思います。あまりにも区分けがなくてね、でたらめに。今古川政務官がおっしゃったのよく分かるんですが、私はフランスに3年、パリに3年いたんですけど、あっちは城壁都市でできてるから、農村部と都市部でくっきり分かれるわけですね。ですからバルイゾン村とかいうのそこのところは300年前に描いた絵の姿がそのまま残っていると、一切開発させないんです。パリのペリフェリックという
環状道路です。そこ一歩出るともう緑の田園なんです。日本のようにまあ簡単に言うとデタラメに乱開発なんだかんだ例外作っては次々に家を作っていく道路を作っていくそういうことをさせてないんですね。見事だと思います。日本は都市の今神宮の外苑の緑すら守れないと、これ情けない国じゃないかと思います。その人 どうしてそうなったかというと、まあ、分からないでもないんですけど、今亡くなられました中曽根民活と民活祭知事をやってられたらお分かりだろうと思いますけど、地方自体みんな財政難、公園の維持とかそのできないと、だから民間の活力を導入してそしてまあ公園作りにも民間でビル建ったりするとお金儲かるし、まあ商業ビルになるとそちらの方から金出してもらって、あるいは稼ぐ公園みたいな、そんな感じになってるんです。公園で稼ぐなんてそんなこと考えなくたっていいと思うんですよ。それは公然と行われて何でもかんでも稼ぐの、民活というのをやってきて、ね、パークビヘブアイ制度、公園ですね、公園の民活と経済的利益ばっかしが優先されて都市公園の本来の機能というのは失われちゃったんじゃないかと思いますけど、この点についてはどうお考えでしょうか。委員長。古川政務官。はい、委員からはさまざまなご経験に、を踏まえてのこの都市の在り方についてのご指摘をいただいたわけでございますが、確かにそのパリなどを見ればそのように都市の部分そして田園の部分、まあ、そういったものが明確に分かれているというご指摘はその通りかというふうに思います。一方でそのパリの市内におきましても旧市街のように歴史的な地域においては新しい開発が規制されていながらも、一方で例えばモンパルナスの駅の周辺には高層ビルがある、あるいはエッフェル塔というものは当時のパリの都市景観からすると非常に違和感があるように思われた。しかも今こんだけで立ってみればそれがパリの一つの都市景観になっているというようなところもあろうかと思います。大切なことはそうした街の在り方についてその市民が決めていく、市民の代表である自治体が責任を持って決めていくということが大事なのではないかと思っているところでございます。議員からはこのパーク PFI の制度というものについて民間の経済的な利益が優先されてしまっているのではないかというようなご指摘をいただいたところでございますが、何でもかんでもこの制度を使うということを私どもも予定しているわけではございません。民間の活力を生かすのにふさわしいような場合についてはこのパーク PFI の制度を使っていただくということでございまして、あくまでもこれをあらゆる公園に適用していくという考えを持っているものではございません。この都市公園に求めら具体的に求められる機能というものは、私は立地環境や利用状況に応じて様々であると考えております。そのためにどうすればいいのかということを設置管理者が主体的に考えていただくということが大切かと思っております。篠原君。古川政務官のお答えになった通りなんですね。ですけど日本の実態は住民、市民、都民、区民の話を本当に聞いてるでしょうか。大体のプロジェクトですね、多分先進国でこれだけ非民主的に決められて遂行されている国はないと思います。ほとんど行政と事業体が一致してそれでパッパ進めていくと。環境アセスメントってあります。環境アセスメントの評価審議会でやって、それこれで環境上良くないと、風景を乱すと、自然環境を壊すと、まあ、この場合は神宮外苑の再開発の場合は樹木をみんなバサバサ切ると、こんなのはありえないことなんですよね。これおかしいと言っていっぱい注文が出てるわけだけど、バーッともう進めちゃってて止められないんです。アセスでもってここは問題だから止まったのは一つもないと聞いてます。他の国は計画を立てる前に、計画を立てて実行する前に市民の意見を聞いてるんです。住民の声を聞いてるんです。我が国は事業性、それをそれのところで、まあ、行政と事業体が一緒になってそっちで進めて市民の声などほとんど反映されてないんじゃないか。だから市民の声を反映させるんだったら
東京新聞が世論調査、去年の6月にしてます。神宮外苑の再開発、賛成か反対かと。7割が反対です。この緑なくすと。そんなところになんでビル3つも建てるんだと。これまだみんなに知らされてない。どうやって調査したかは知りませんけれども、知らせずに、多分これはこんな計画があるんですけど、これについて賛成ですか反対ですかと聞いてると思います。知ったらほとんどの人たちは、ほとんどの都民はそんなバカなと。新宿でも渋谷でも池袋でも銀座でもいくらでもビル建てるところあるのに、なんでこんな緑の空間のところにビル建てるんだと言うと思います。聞いてないと思いますよ。もう日本はそんなのばっかしですね。木が全部あっちこっちで切られてるんです。これ把握してられないと思いますけど、まあ、調べたりしたんですけど、他にもですね、東京都で言ったら都立葛西臨海公園のところで1400本以上の木が切られてるそうです。他にもですね、京都府立植物園、僕らが大学時代よく行ったとこですけど、そことか行ったことないんですが、神戸の王子公園とかそういうのあるそうです。横浜の三沢公園って、みんな同じようなことしてるんです。発想は同じなんです。なんか公園だといじくれると地方自体なんか管理してると、だから自由にできると、用地を買収する必要がないと、そういうまあ発想でやってるんですね。だから住民の声には聞いてないと。我々日本は、まあ、ウクライナの侵攻を消しからんと民主主義国家が団結して共通の価値観って言ってますけど、この都市の緑を守るとかいうののプロセスにおいて日本は極めて非民主主義国家だと思います。古川専務官はこの次々と日本の都市公園で緑がなくなっているという実態はご存知でしょうか。多分耳に入ってないんじゃないかと思いますけど、いかがですか。今僕がバーッと言ったようなことを聞いてられますかね。神宮外苑の問題はもうご存知だと思います。他にもいっぱいあるんです。神宮外苑がこうだからっていうんでみんな広まっていっちゃうんです。僕はだからこれを止めて、こういうことはダメなんだよということを世間に知らしめたいと思って必死でやってるんです。いかがでしょうか。ご存知でしたでしょうか。古川政務官。はい、先ほど来ご答弁申し上げておりますように、このまちづくり、とりわけ都市公園に関わる事柄につきましては、設置管理者である、まあ、主として市町村、まあ、時には都道府県という例もございますが、こうしたところが主体的にその公園のありようについて決定をしていっていると思っております。でその際には、まあ、先ほど議員からは、まあ、形式的に過ぎるのではないかというお話がございましたが、公園管理者によります公募設置等指針の公示、あるいは事業実施者の選定に際する学識経験者への意見聴取、こうしたものが求められているところでございまして、こうしたさまざまなプロセスを踏まえた上で、都市計画審議会などの決定を経て、事業が行われるか、あるいはそうでないのか、こうしたことが決まっているというふうに考えているところでございます。まあ、そうした中で、私どもそのすべてを承知しているわけではございませんが、まあ、あちこちにおいてその樹木の伐採が公園事業の中で行われ、ただそうやって都市公園事業の場合は行われたことに対しましてはその保障すべき事柄として、その植えられたものに対するそのいわば保障的な行為として、また伐採に見合っただけの樹木を植えるということも行われていると理解をしているところでございまして、まあ、トータルとして見たときにその地域にとってその公園がどういう存在であるのかということによって判断されているものと理解をしております。篠原君、はい、資料をちょっと見ていただきたいと思います。まあ、年表の方はまあ見ていただけたら、年表がありますので、ちょっとだけ見えておしていただけますかね。1951年、日本もちゃんと、まあ、昔の人のはちゃんとしてたんです。もっと前の話にすると、なんですが、明治天皇の没後を作ったわけですけど、その時はもう、このまま残すと建物は一切建てちゃいけないよというのをちゃんと書いてあるんです。その通り守ってきました。で1951年、富士地区に指定されてるんです。ビルは建てない。
昔の人が立派だったんです。でこの時に宗教法人法ができて国有地だったのが明治神宮の手になるんです。明治神宮は同じように活用していくというのを今維持できないからといって、まあ簡単に言うとお金に迷惑なんで維持できないからビルに持って容積を渡して、そしてどのくらいか知りませんけどね、そういうことをやってると。で2004年電通がいろんな東京オリンピックを関係で談合だと不正入札とかですね、いろんな、まあ、電通がみんな中心にいて今いろいろ問題になってます。この頃から絡んでるんですね。2009年オリンピックです。オリンピックとも非常に関わってるんです。オリンピックに立候補してダメだったラグビー杯というのが2009年です。で2013年にオリンピックの東京開催が決定してる。でこの時にもう再開発の動きが本格化してるんです。下の方は今のでご存知だと思います。我々下の方にありますよ、下の方から6番目のところの船田さんを発起人として神宮外苑のその自然と歴史と文化を守る、こういう議員連盟を発足させました。まあささやかですけどもやっております。ここでは武田さんの中にも参加していただいている、心らしの高い方だけが参加していただいていると思いますけどね。でこの次のページ見てください。本当はカラーで見てたほうがいいんですが、カラーで見なくてもいいと思います。左側が現在です。右側が、どうなるかと。そして、ね、右側のところですね、私はこの綺麗なカラーのあるんです。カラーでみんな皆さんにお見せすればよかったんですが、カラーじゃなくても分かるんです。この黒いプロポツですね、真ん中の辺のラグビー場の右側のところからありますけど、この黒いポツが全部切られてしまう樹木なんです。で左側の見ていただきますと、まあ、国立競技場、まあ、この間できてオリンピックで使われました。その右下のところに球場が2つあってとラグビー場があってというふうになってるんですね。でこれを何だか知らないけどいじくり回して右側の方にするということなんです。これ、ね、単純なんです。ここのそのままですね、ラグビー場を改築し、そこで建て直し、神宮球場をそこで建て直せば、こんな木は切る必要ないんです。他の国はみんなそうします。それをわざと交代して、違えるって言うんです。理由は、スポーツの開催がきちんとできるように。何を考えてるかと。ラグビーの試合他のラグビー場でやればいいです。野球も他の球場でやればいいです。木は他のところで育って100年に育つことできるんです。どっち優先するかって言うともう明らかです。木を切らないようにです。そして深谷政務官は都道府県に任せてある。しかしは、まあ、それは地方分権というので機関委任事務とか行ったのを法定住宅支部とかなんかごぜごぜ言ってたのをなるべく地方に任すというのは、これはいい傾向だと思います。しかし環境とかこういうのは規制以外ないんです。皆さんご存知ないと思いますけど、ね、あの自由なアメリカですら木は勝手に切っちゃいけないんですよ。もうみんなのものだと。これ分かりになりますけどね、 SDGs の考えたらこの環境はみんなのものなんです。その人の住んでる人、そこに住んでる人、所有してる部分を一時的に預かってるだけで、その地域全体のもの、その国全体のもの、地球全体のものという考えになってるんです。だから大きな木は保存しなくちゃいけないという義務があるんです。オランダもそうです。で日本でもですね、地方自治体で、まあ、佐賀県や長野県は違いますけどね、東京都の23区の中では気の利いた区はですね、プライベートなうちの木もでっかい木はこの木は切らないでくださいと。その代わり固定資産税を負けます。あるいは掃除木 その植木職人にね、剪定の費用を出します。だけど圧倒的に所有者の損になってるそうですけど、そうやって木を切らないように なぜかというと地域の住民がこの木を残してほしいというから、そういうことが行われてるんです。ところが国が関与できる神宮外苑の森をこんな野放図にその
していいのかということ、僕はこれは問題だと思ってる。だからこれしつこく言ってるんです。でこの間3月29日に10人ほどの国会議員と、まあ、記者団も入れて日本記者クラブで記者会見をして、そうしてこの今黒いポツのところをザーッと歩きました。石川美子中央大学教授がものすごい急ぎ足で歩かれるんで、ついていくの困ってる人いますけど、私はついてきましたけどね。それで健康記念文庫の森というのはこの真ん中のところの小さいところにあるんですよ。そこの森をみんな切ると言ったらですね、焦っても許可が下りたんです。そうしたら白い3メートルか4メートルの壁でも見れないように区切ってるんです。なんか政府は黒塗りの資料で定義隠すの得意ですけど、なんか建築業者とか東京都は白い壁で中の木を伐採するのを見えないようにしてるんです。なんでそんなことまでするかと隠してるんですね。そこの中にはなんじゃもんじゃというなんか天然記念物の木があるそうですが、僕は外でそれを見ました。綺麗に咲いてました。もう世界の常識です。大木を避けて建てる、建て直したって僕はいいと思います。いいと思いますけど、わざわざあっちだこっちだって言ってもそんなへりくつをつけてますけどね、いっぱいごちゃごちゃいじくってお金儲けをしたいという人たちがいるんでしょう。直しちゃいけないなんて言いませんよ。だからこの容積移転というまた変な手法、こっちの部分の 空中権ですよ、譲るからこっちは建てていいというのでね、こんなことをしてたらですね、じゃあ他にまあこれやってたら時間なくなるんでやめません。公園待ち伏せというのがあって50年以上あんまり開発しなかったところは民間ののを入れてと、ラグビー場も言いがかり作られてるんですよ。普段ラグビーそんなに頻繁にないから門を閉ざされてると、だから未利用地区だから開発しなくちゃいけないんだと、そういうふうになってるんですよ。そういう報告でこんなバカな前の前でラグビーやってるわけじゃないですからね。だから演奏会にも使えばいいんです。それをそんな言いがかりをつけてですね、変なふうにしてしまうと。だからね、世界中の公園とかいうのですね、ハイドパークというのはロンドンにあります、セントラルパークってニューヨークにあります、まあ、僕がいたパレントことはブローニョムとバンセンの森にあります。ワシントン DC には何ですかね、リンカーン公園、大統領公園というのがありますけど、そこでですね、そこの木を切って緑をなくしてそこにビル建てるなんていう計画はまずどこの国もどこの都市もすることはないです。それを日本はしてるんです。これでついでにですけど、資料これ私の派手派手しい国政報告ですよ。これ何にするかというとね、河原できれいになって B4 でも14万3000枚用意したんです。どうしてるかというと、我が地元紙の信濃前新聞の中にチラシで入れるんです。100万かかるんですよね。何のためにするかというと、後ろにロシエル・カップさんという方が中心になって署名活動してるんです、反対の。僕は絶対これ阻止しようと思って、長野県民、私の選挙区だけですけど訴えたいと思ってます。ただ長野県民はですね、井出さんはお分かりだろうと思いますが、左を見ても右を見ても山ばっかしだから、あんまり緑の保全に関心ないんですね。だから東京なんか緑全然見えないのに、よくこういうの黙ってるなんて感心するんですよね。こんな他の国の人の市民だったら絶対許さないです。で許さないんです、事実許してないんです。知られてないからさっさっさっさと進めようとするずるいと思いますよ。これどんだけこの点もうできてるんですけどね、早くチラシ配ろうと思ったら、これは私がやってるんじゃないですか。私がこういうことやってるって言ったら、私の熱血秘書がですね、大臣ここでもやりましょうと言って、金かかってもいいとか言っていいですし、金が出すのは僕なんですよね。それでただ今統一地方選挙中ですから、それはやめた方がいいと、統一地方選挙そっちのほうで東京のことだけやってるとかと言って批判されるからというので、4月12日に入れる予定ですけど、残念ながら上田には行きませんから、我が選挙区だけです。これだけ私はなんで真剣になってるかというと、まあ舞台さんと一緒にやってますけど、憲法審査会で緊急事態って言ってる、緊急事態条項で、そればっかり急いで、それで緊急事態は大事なんだけど、国会議員の任期を延長するとか、まあ、この話したってしょうがないんですけど、緊急事態はですね、この100年の大木こそ緊急事態だと私は思います。だからこれ切ったら終わりなんですよ。建物ならいくらでも建て替えしできるんですよ。
さっき植え替えてるとしたの、古川さんの植え替えて新しくてできますよ。100年になる、100年経たないと今の巨木はできないんですね。だからどこの国も大木は残すと原則そうにしてるんです。で小池都知事も意外なこと言ってて、いや緑はこれから植え替えるから増えると、何十年後、100年後に増えるかもしれませんけど、ガタッと減るんですよ。これやっぱり私は良くないと思います。容積移転とかね、なんかさっきの PFI もそうですけれども、そんなね変なような方向に行くようなループホールばっか作ってると逆にしていただきたいんです。絶対できないのよ。本当にプライベートなところもですね、のその所有者の自由に木も切らせないようにしてるんです。だから私はもう世の中変わったんで、緑の保全をするという方向に規制していくと、そっちの方に誘導するような仕組みに国交省のルールもぜひ変えていっていただきたいんですが、いかがでしょうか。ぜひやってください。それ委員長、古川政務官。はい、議員のこの緑というものと、その町、公園の在り方に対する深いご示唆にいろいろなことを感じながらお話を伺っていたところでございました。まさにそれぞれの地域において、その緑をどのように保全していくのか、あるいは増やしていくのか、こうしたことについては地方自治体こそがその固有の事務として、その在り方について、その権限と責任において決定していくべき事柄であると改めて思うところでございます。もちろん国の方で、包括的なルールを作るというところもあろうかと思いますが、その今すでに我が国の法制度の中におきましても、仮に、今回のケースは都市公園ということではなく、都市計画公園というような位置づけになっていると理解をしておりますが、この都市計画法上のさまざまな手続きや制度を使うことによって、例えばその風致地区なら風致地区としての規制をかけるということも可能でございます。こうした自治体の持つ権限と責任というのを、住民の皆様方の意見を聞きながら最終的に責任を持って判断していくことこそが、私はこれからも求められるということだと思っています。こうしたことの考え方によりまして、さまざまな形の制度というものを考えていかなければいけない部分もあるかもしれませんが、一義的にはその地方自治体においてこのことについてもお取り組みいただくことを期待するものでございます。篠原君。その地方自治体が生蔵なんですね。緑緑って言って、この嫌味あんまり使いたくないんですけど、小池都知事が、ね、判断を下せばこれすぐ中止できるんです。知事は大権限持ってるんです。知事やってられたからお別れだと思いますけどね。それやらないんですよね。だからこれ市民うんぬんじゃなくて、坂本龍一さん亡くなりました。皆さん気がつかれたとは思いますけど、最後の仕事、力を振り絞って神宮の外苑の森を守れという手紙を書かれて、東京新聞等に載ってました。毎日新聞をやってましたからね。で、感性が豊かな人は気がつくんですよ。そしてこれのおかしさに気がついて運動を始めたのは、ロシェル・カップさんという女性、日本の美術が好きで、それで日本語を勉強してビジネスコンサルタントとして今日本で仕事されている、キーナートさんという楽天のマネージャー、それから一番はロバート・ファイティング。僕はこの人のキックとバットという本を昔読んだことがない、今回見直し再読しました。彼が神宮球場を足元に通ってたわけです。日本のプロ野球とアメリカのプロ野球を比較しながら、非常にいい文化論になっていると思います。彼がその神宮球場をずたたにするのを許せなかったんです。なんでこの外国人が気がつくんでしょうか。日本人は人が良くてというか、ぼーっとしてるからなんだと思います。やっぱり気がついてもらわなくちゃいけない。感性の豊かな人、明治の頃、明治大正の頃作った人たちの方が立派な日本人だったと思います。我々は今ガサツになりすぎてるんじゃないかと思います。ぜひ考え方変えて、緑を守るという方にしていただきたいと思います。はい、次に
文部科学省です。井出副大臣に来ていただいてます。JSC ジャパンスポーツセンターというのがあって、これが4つの事業体の一つになっていると。なんかあんまり出てこないんですよ。国のとか独立行政法人が絡んでいながらですね、スポーツ施設を守ったりして、スポーツ施設だけじゃなくて宗教法人のね、明治神宮の監督官庁でもある。でそしたらこれもまた明治神宮は東京都のだけなんで東京都に任せてる、全国展開している宗教団体だったら統一教会の典型ですけど、国の所管だけど、そうなってるんだそうです。だからまた握られて東京都庁の問題だっていうんですが、両方とも監督できるんです。まあ、スポーツゾーンの維持なのにね、全然そうじゃなくて、なんかもうあんまりこれ時間費やしたくないんでやめますけど、高級テニスクラブができたりするんですよ。草野球ができる場所がなくなるんです。どうもここのとこ監督官庁としてピリッとしてなくて任せっぱなしなんだから、こうなってるんじゃないかと思います。どうなんでしょうかね。井出文部科学副大臣。はい、ご質問いただきましたので、今朝、改めて状況ですね、通勤の途上に先生ご指摘のところを今日見て、参りました。スポーツ庁としましては、秩父宮、ラグビー場を JSC が、所管をして、おりますので、東京都の方で、示された計画で、ラグビー場を、建て替えるという方針が示されておりますので、その観点からJSC が、この計画に協力をしているというところでございます。先ほど来、古川政務官とのご議論もありますが、先生のご指摘もありますし、いろんな意見もあろうと思います。で特に緑を守ることに関してはいろんなご意見があって、東京都や事業者の方もですね、その改善に努めているというふうに伺っておりますが、この国会のご議論も踏まえて、まずその都市計画法に基づいて東京都の方にきちっとやっていただきたいと考えております。委員長、篠原君。はい、井田さんにお伺いします。2000年10月22日のっていうのは覚えておられますか。何のことか皆さんに教えてあげてください。井出副大臣。私当時東京大学の3年生でありまして、硬式野球部で、プレーをしておりました。その日はですね、我がチームが、立教大学に完全試合を成し遂げられまして、その最後のバッターに私が、代打で、出た、その日であります。先生の おそらく、お求めはですね、私も、かつてその神宮に通い慣れたあの地域に非常に馴染みを持っている人間であるということでございます。篠原君。硬式野球部の指導として思い出が神宮球場に終わりだと思います。ロバート・ファイティングさんと同じです。それが木っ端みじんに砕かれてですね、亡くなっちゃうんです。違うところで伝えてる。それはですね、普通の人だったら切なく思うんじゃないですかね。甲子園球場建て替えの話があったんです。当然反対します。どうやったかというと、4シーズンオフ、耐震補強し、機能も変えてたんです。さっき言ったインチキのスポーツの試合ができなくなるといけないから変えるんだとか、このインチキ理由ですよ。もうけしからんと思います。阪神、あれ、甲子園球場って言ってます、阪神電鉄の所有なんです。一式企業でもあるにもかかわらず、志の高い経営者がいたらそうなるんです。甲子園球場を潰してないと。もうロバート・ホワイトさんと話したりしましたけど、別にベーブ・ルースのことだけちゃんとしなくたっていいんですけど、なんかベーブ・ルースが、プレーした球場4つしか残ってないんですよ。そのうちの2つが日本にあって、甲子園球場と神宮球場だそうです。もう1つはアメリカのボストン・レッドソックスのフェンウェイ・パーク、それからシカゴ・カブスのリングレイ・スタジアムですか。この4つはそうです。それはどっちでもいいんですけど、そうやってですね、でフェンウェイパーク、ボストン・レッドソックスのホーム球場、同じような動きがあったんです。しかし市民が
いやいや、もう思い出残してくれて、改築にしてくれというので、改築でしてるんです。どうするかというと、あの球場で、あの場面で、あのバッターボックスに立ったという思い出がみんなあるし、観客もみんなあるんです。同じですよ。それを無理の残に変えてしまうというのは、日本人はそういうところね、さっぱりしすぎてるんじゃないかと私は思います。まあ、式年遷宮というのは20年に1回、神宮を建て替えるとか、そういうあっさりした感覚があるから、そういうのを許すのかもしれませんけど、僕は、ほら、よくないことだと思いますよ。で、まあ、ラグビー場にも行って、老朽化してるというのをご覧になった。老朽化したら、直したっていいんです。直したっていいんですよ。私はそれを、面影を残しながら残すのは一番いいと思います。金もかからないし。でも、最低限、その場所で変えればいいんであって、場所を移してチェンジするなんてのは、これは、イカ様です。完璧な。こういうことが正々堂々と許されるというのは僕は信じられないです。片方で孫空本さんなんか違う観点からやるようですけども、原発は40年の、なんだぐだぐだ言って60年にすると、60年より元なの使うと言っていきながら、球場はさっぱりバサッと削って新しいの建てるんですから。物を大事にした方がいいですよ。年寄り大事にするのと同じで。全然大事にしてないのよ。だからですね、ちょっと考えてください。文科省、ユネスコの所管です。世界遺産、文化遺産、自然遺産、みんなすごい日本は一番熱心にこれ取り組んでいると思います。ここはね、近代化産業遺産、エコパーク、ジオパーク、FAO が農業遺産っていうのもあります。これ大事にしていこうというの。だけど、スポーツ施設の遺産あってもいいと思うんですが、考えられたらいかがですか。ぜひ、井出副大臣、元公式野球部の首相です。これやってください。功績になると思います。井出副大臣。ボストンのようにですね、まあ、そのスポーツ施設に歴史的に意義を見出していくということは、一般論では先生のおっしゃる通り非常に重要な、価値観だと、思います。まあ、秩父宮も私視察に行きましたし、まあ、神宮についてはですね、まあいろんな思いがございます。先生のご指摘の通りの思いが、まあ、ございます。ただ一方でその、まあ、この計画、まあ、東京都を中心にさまざまな、方が関わってきて、進めて、おられますし、まあ例えば神宮の話で言えば、まあ、その将来の選手がですね、まあ、使い勝手の良いものになるのであればという、まあ、団長の思いも、ございますが、そこは東京都の方で、先ほど来ご指摘のあった緑の保全も含めてですね、まあ、これだけいろんなご議論があるので、まあ、そうしたことを、踏まえてやっていただきたいと思いますし、そのスポーツ施設の、歴史的な意義というものは、まあ、文科省の方で、今進めております、スタジアム、アリーナをその交流拠点として使っていくというような事業の中にですね、まあ、きちっと先生のおっしゃったような歴史的価値観というものも取り入れられるように、努力をしてまいりたいと考えております。篠原君。まあ、スポーツ施設だけで作らなくたっていいですけどね。アメリカは、ま、ナショナルヒストリックランドというので、歴史が浅い国ですから、ものすごく歴史を大事にするんです。9万箇所も指定されています。そこに今言いましたボストンレッドソックスのホーム球場、フェンウェイパークが入ってますし、リングレイスタジアムも入ってます。それからフットボールの、皆さんご存知のフットボールを好きな人は分かる、ローズボールって1月元旦に行われるローズボールもそれに入ってるんです。そうやって守ると、維持していくということを意思表示してるんです。日本もそうしたらいいと思います。そういうのに入れればいい。わざわざ一つ作るというのはなんですけど、歴史的さんとすると、それでは他の人たちも言ってるから僕はやめますけど、名称指定となる。このイチョウ並木ですね。そういうのはそういうふうにして守ると。そんな後から法律で何かやらなくたって、もう自主的に守らなくちゃいけないんです。で、世界どうしてるかというと、日本はなんかボケてるんですよ。ちょっと環境大臣に申し上げたいと思います。ちょっと時間来ちゃったんですけどね。ニューヨーク州は100万本の植樹をしようという目的を立てて、そして2007年です。で、1年早く2015年に達成してるんです。中国いろいろ問題あったりするのは、中国は2030年までに700億本の700億です、植樹をしようと。どうしてかというと、
もう信じられないことを考えていると思います。やり遂げると思います。西暦0年ののが歴史的で分かる、歴史で分かるんで、いろんなところ書いてあるの。その時緑がどこにあったかと、その姿を回復しようというので必死になってやったんです、植林運動。日本はほっといたって北緯35、6度で、雨は1800ミリの頃、木なんかほっといたってでかくなるから、何もそういう関心がないんです。で東京都も100年経って、100年前にいろいろ植えてくれた人たちの気持ちを踏みにじって平気で伐採する、こういう無粋なことをしてるんです。これやっぱりおかしいんで、環境大臣の立場から文科省も国交省にも東京都庁も一括してというと上から目線で良くないんで、優しく問いかけて緑を保全するようにぜひしていただきたいんですが、これについてお答えいただきたい。西村大臣。今篠原委員のですね、お話をルール聞いておりまして、神宮外苑自体はですね、今お話があったようにスポーツをに親しむ拠点である、そしてまた自然との触れ合いの場であり、また100年の及ぶ歴史がある素晴らしい場所だというふうに認識しております。東京都から相談等々があった場合には、環境省としても必要な情報や助言を提供してまいりたいと思っておりますし、環境へ最大限の配慮した事業の実施を期待したいというふうに思っております。都市におけるこういった自然環境の保全につきましては、さまざまな条件や課題といったものがある中で、環境省としても引き続き文科省、国土交通省をはじめとした関係省庁と連携をしながら取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。篠原君、ありがとう。大臣の誠意ある答弁いただきました。ここにあられる環境委員の皆さん、それから事務方の皆さんもぜひ神宮の外苑の森を守るのにご協力いただきたいと思います。以上、質問を終わります。